日常の訓練を見せる、三浦慶造三浦隆さん2月15日から2006年1月5日は、日本のプロスキーヤー。青森県青森市生まれ、青森県立第三中学校、北海道帝国大学農学部卒業。北大在学中に、八甲田山での山スキーに見せられ、卒業後、青森営林局に勤務。八甲田のフィルム記録に、 スキー格好で参加した。青森林ともスキー部に所属し、選手、監督、部長を経験した。全日本スキー連盟の技術委員を務めたこともある。1955年、51歳で青森営林局を退職し、東京都練馬区に移住。この頃から海外の山々で多くのスキー格好を行った。また、山岳カメラマンとしても、 数々の実績を残し、イタリア山岳シンビエンナーレ展において、ピトリオセラ賞とバダカップ賞を受賞する。また、イタリアのソレントにある山岳博物館には作品が展示されている。歓歴を過ぎてから海外での格好をはじめ、70歳の時にヒマラや77歳でキリマンジャロを格好する。88歳の時にはアルプスオートルートの完全重装を果たす。 2004年2月には99歳で、モンブラン産系のバレブランシュ氷河からのスキー格好を成し遂げ、同年9月には、スポーツ振興への貢献により内閣、総理大臣表彰を受けた。100歳では、アメリカのスノーバードで、親子孫孫村の4世代での格好を行い、話題を呼ぶ。その後半生は、青森を離れ、東京で生活したが、故郷の八甲田山をこよなく愛し、 八甲田山の山スキーシーズンであるゴールデンウィーク期間には必ずスカイユ温泉に訪れ山スキーを楽しんでいた。またスカイユにおける混浴を守る会の男性側代表を2005年から務めていた。2006年1月5日、多臓器不全のため101歳で死去した。息子、三浦雄一郎、孫、三浦豪太もまたスキーヤー、登山家であり、 エベレストの登頂に成功している。AB 過去の不法デイリー東北2011年3月19日時点のオリジナルよりアーカイブ2013年8月25日閲覧ありがとうございます。